こんにちは。今回は25年前に閉鎖されたボートレースの場外発売場に向かいます。このボートレースの場外発売場は町が誘致してオープンしましたが、当初の目標の半分以下の来場者数にとどまり、思うような結果を出すことができず、わずか5年という短い期間で営業を終了しました。そしてその建物は閉鎖されてから25年経過した今も残されています。このボートレース場外発売場のあるところは北海道道東の都市釧路市の隣の町白糠町で、ボートレース場外発売場の名前はボートピア釧路です。国道を釧路方面に走っていると、何もないところに立派な建物が見えてきました。あれがボートピア釧路です。場外発売場なのに、なぜこんな偏僻なところに作られたのでしょう。この場所なら集客は厳しそうです。本来なら人の集まるところに作るべきですね。ボートピアは全国各地に80カ所以上存在します。その中でボートピア釧路は全国で初めて閉鎖となった施設です。今回はボートピア釧路の歴史と閉鎖となった原因について紐解いていきます。ボートピアとはボートレース場以外の場所でボートレースの勝ち船投票券の発売払い戻しを行うための施設です。1985年までは勝ち船投票券の発売払い戻しは協定上のみで行っていましたが、施行規則の一部が改正され協定上以外での設置が可能となったことから、同年10月に社団法人全国モーターボート競争会連合会にボートピア推進部を新設し、全国にボートピアの設置の推進を図っていきました。ボートピアは1986年8月に香川県に第1号となるボートピア丸亀をオープンしたのを皮切りに日本全国に設置していきました。そんな中、静かな港町の白糠町に1989年5月に東京の経営コンサルタント会社が白糠町にボートピア設置の計画を持ちかけます。白糠町に協定上の場外発売場ができるとは誰もが思いもよらないことでした。この計画を聞いた当時の白糠町の千葉町長が積極的にボートピアの誘致の意向を示します。1989年時点で白糠町の他に札幌市、名寄市、東神楽町、美幌町、音更町で協定上の場外発売場の計画が存在していたので、人口が少なく立地的に不便なところにある白糠町は決して適してるとは言えませんでした。ボートピアのような施設は人口が多く集客しやすいところに設置するのが好ましいと思いますが、1991年6月に白糠町の千葉町長が宮島協定上の場外発売場の設置を表明します。この時町の経済活性化になると賛成の声も出ていましたが、ギャンブルの施設に税金を投入することに懸念があり、ボートピア釧路の設置に反対の声も多く出ていました。答えの出ない中、1992年に白糠町長選でボートピア釧路の建設が争点となるも、賛成派の千葉氏が再選したことでボートピア釧路の建設が決定しました。しかしボートピア釧路はオープン当初から苦難の道を歩むことになります。ボートピア釧路の建設が決定し、1994年4月に総工費26億円をかけて
北海道初のボートレース場外発売場としてオープンしました。ボートピア釧路の運営は広島県でボートレース宮島を運営している宮島協定志向組合が行い、ボートレース宮島で開催されているレース映像を衛星通信を用いて伝送し、レース映像の配信を行い、同協定上の年間180日間のレースの船券を発売していました。館内には160インチの16面マルチビジョンや2連テレビ12機を設け、ラジオの FM 釧路の夕方帯番組夕焼けストリートにてボートピア釧路の情報提供のコーナーが放送されていたり、釧路駅から無料バスを運行させるなど、ボートピア釧路に町はかなりの力を入れていました。ボートピア釧路は1日あたりの目標として売上1900万円、来場者770人と見込んでいましたが、オープン当初から思うような結果を出すことができず、初年度は目標を大きく下回り、1日の平均売上は535万円で、来場者は263人でした。そこからは徐々に来場者が減少し、ボートピア釧路は低迷していきます。この結果、ボートピア釧路は18億円の累計赤字を抱え、運営していた宮島協定志向組合は1999年4月に撤退の方針を決定し、ボートピア釧路は6月23日をもって閉鎖され、5年間という短い期間で営業を終了しました。ボートピアの撤退は全国で初めてのことでした。なぜ5年という短い期間で営業を終了することになったのでしょう。終了した原因は、この地域の大都市釧路市から離れていて人口の少ない地域にあることと、当時のボートレースの認知度が低かったことや、近隣の釧路市には競馬、競輪などのギャンブル施設が存在していて競合していたことも原因のようです。閉鎖されたボートピア釧路はその後所有会社が徴税を滞納したため、2001年に白糠町が土地建物を差し押さえます。白糠町はボートピア釧路の購買を3回行いましたが、買い手は見つからず、閉鎖されてから25年間そのまま残されています。見た感じは綺麗な建物ですが老朽化していると思うので、これからこの建物を使用することもなさそうです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。